はじめは災害発生時の行動についてです。昨年10月12日、日本各地で甚大な被害をもたらした台風19号。調布市内でも65年の市政で初めての避難勧告を発令。避難所への避難者数はおよそ6000人に及び、染地地域を中心に床下、床上浸水など多くの被害が発生しました。市では昨年の台風19号を踏まえて水害対策を強化しています。取り組みとして水位計や監視カメラなどの設置と水位情報、映像の公開、下半式排水ポンプを3台配備、土のうステーションの設置、電柱への想定浸水深の表示、市ホームページへのアクセス環境の向上があります。またいつ起こるかわからない地震にも冷静に行動することが大切です。地震発生時の行動を今一度確認しておきましょう。身の安全の確保。地震発生時にはパニックになりやすいため、丈夫な机の下に入るなど頭を保護、家具の転倒や落下物に注意をしてください。火元の確認。揺れが収まったら火元の確認。出火したときは落ち着いて消火してください。家族・近所の安否確認。救助が必要な人がいる場合は助けや応援を求めてください。安否確認の方法は電話を用いて伝言の録音と再生ができる災害用伝言ダイヤル、パソコンなどから利用できる災害用伝言板、携帯電話、スマートフォンからは各社公式メニューや専用アプリが役に立ちます。避難所、広域避難場所。自宅や隣家に倒壊、火災の危険がある場合は避難所、広域避難場所へ向かいましょう。避難時は必ずブレーカーを切りましょう。自宅での生活が困難な場合は避難所や親戚、友人の家で生活するのも判断の一つです。市ホームページ、調布市防災安全メール、市公式ツイッター、調布 FM、 ケーブルテレビ、ジェイコムなどで情報収集をしましょう。いつ起きるかわからない災害、家庭、個人でできる備えと行動を心がけましょう。